となります。はい、やられることをやられてもチームがそれでうまくいくことが不思議なことにあります。まあ、ただ別に勝つことが目的じゃないが、やりがいだから。勝つことが目標ではないです。自分がチームのためにできるかどうかしか何も考えてないんで。たまたまハッチは狙った結果で、ハッチは狙った結果で、チームがやろうとしてたけどもう崩れ去った結果だからね。あまり考えない方がいいっすよ、初めからハッチとか。もうそもそんなおもろいかっていう。ハッチ狙いのアーカイブでも別にハッチ戦なんかいつでもできるわ。10回やれば1回、いやーサボりがいるわ。万内で終わりますよ、サボりプレイヤーいるみたいなんで。バーンって爆発したらジュースストーテムなんで、まだ許してもいいけど。パリーンだったの。ああ、もう癒しか。開幕癒しマンでどうやって勝てばいいのか、めっちゃ欲しいんだけどね。でやんない。何してんのこいつ。いやーもうこんなのばっかりだ。ダメだもうサボりプレイヤーって。もう勝手にしたらこの状況で救助行かねえやつって。もうあ助けに行ってないの。なんでおっせえのこいつ。発電機触ったよもうこの状況で。俺マジで恐ろしいと思ったよもう。あいつはチームプレイもできないから。こっちのエイダーはいい子かもしんねえから救わなきゃね。まあ、今だったらいい。やばい。こっちのエイダーはいい子かもしれない。食わねえと。食わねえとな。全世界のエイダーファン泣いちゃうからな。じゃあ許せねえっていう。俺たちのエイダーを。うん。いや、俺もそのエイダーさんにとんでもない目に遭ってるんですけどって言いたいけど、まあいいよ、もう。だけど、俺は何なんだろう。ここの発電機回したの。ここじゃないところを回して。こいつは本当に、エースで頑張ってください。そんなところで共感とかないんだったら、まあ、基本発電機のところに行くしかないんだわな。同じところだったら回復してあげてほしいわな。わからんけど、違うところなのかな、これ。リーエンジンがリスクを取ってるってこと。まあこいつは見つでもいいか。まずできまあそう。まず。キル遅いし。でよ。こいつキルする気なかったし。耐久まで入れよ。
やれるエイダか。それとも、まさかのリー・ユンジンじゃないよね。やれるエイダなのかな。エーターエイダをやれる子なのかな、これ。レオンが惚れてる方なの。レオンが惚れてる、すごい女スパイ、これ。リーに来た？立ち。その分補っても。安全に回すことはおかしなことじゃない。全力プレイだよ。蹴りに行く。あそこは捨てる。今は大事。行こう。今は大事。何してんの。マジで言いたいけど、人の発電機の邪魔して足図してる暇あったら、マジで何考えてんの。あ、でも仕事はしてる。まあ困ったぞ。気持ちは入れる。ここの発電機マークが厳しいの。相当俺蹴られてんの、連発で。だから他のところやってほしいの。この発電機を戦わないとエイダのところが進まないんだよ。仲間と同じ原理だ。俺がここを苦しいからって逃げたらダメなんだよ。チームのためにやるんだよ。ここがあるから鬼は戦、鬼はあるんだよ。エイダのところを回すためなんだよ。このレナートのサボり癖すげえよな、この何回も何回もよ、これ食らってんのに。サボるやつどこいんだよ。何回も何回も蹴られて。どこだよ、完全に。サボり癖本当にやべえよな。サボるやつ。ミス酒場の奴らに見せただろ。見せつけたぞ。正しいのはあそこで戦うから他のところが開くんだよ。言葉じゃねえんだよ。口だけじゃねえんだ、ヒルダの凄みって。デッドバイのエース10番が恥ずかしいプレイできねえんだよ。デッドバイのエースって、プレジャーみたいなプレイなんだよ。ゲートは開けてくれねえし。何がしたいんだろう、こいつら。ゲートも開けてくれないし、どうしたらいいんだよ。プレに任せてんの、全部。あそこから出るし。鬼の能力終わったら出たら。はい。
お願い、ヒルちゃん、よし。よし、気持ちいい。一つだけ回したらマークがきついし、あそこマークきついからあそこをおとりに使った方がいいに決まってんだ。だから回してほしかったんだな、もう一個。リュウジンは状況知らないんだよ。目先のことしか考えてなくて。だからあんなジェスチャーしてんだよ。発電機回すんだって偉そうに。ずーっと蹴られたりしてマークされてたんだよ。実は別側を回してくれる方が嬉しいのよ。うん。目先にこだわってはいけないっていう典型例。いた人が入れられてたね。イラプションか。ああ。他のとこなんだよ。だからあの通り、まあ、レナとは論外ということで、サボりっていうことで、論外ということで。やれるエイダだったわ。あのエイダはやれるエイダだったわ。ついに現れたわ。ついにやれるエイダに遭遇したわ。やれると思ったらやっぱやれるわ。発電機回してくれてるし。あ、リーユンジも正しいんだけど、あそこマークされてんだわ。俺はそれを分かってんだわ。俺ずーっと救助しなきゃいけなかったりして、リーユンジは状況を飲み込めてねえんだわ。俺もずーっと救助に追われたりして、蹴られたりして、ずっとあそこでも